はい、こんにちは。中1英語を始めます。今日は代名詞の目的格ね、目的格についてやりますね。今日はちょっと使う言葉が難しいかもしれないので、しっかりゆっくりね、聞いてください。まず代名詞の目的格、目的格っていうのは何々をとか何々にとかにあたる言葉になりますね。で、今まで主格、所有格っていうのをやってきました。覚えてますかね。何々はっていうのが主格、何々のっていうのが所有格と言ってきましたね。で、今回はそれにさらに目的格っていうのをやっていきます。何々をとか何々にね。で、ここに書いてあるのは一人称、二人称、三人称の単数における変化ね、単語の変化について書いてありますね。一人称の何々はは I でしたね。一人称の何々の私のは My ね。で、私を、私にっていうのは Me と言います。いいですかね。 I、My、Me ね、このように変化していきます。 I、My、Me ね、これをもう歌のようにね、 I、My、Me ね、この流れをね、空でも言えるようにしていってくださいね。いいですか。で、次、二人称、あなたでしたね。主格はあなたは、は You ね、所有格あなたのは You are でしたね。それに目的格、あなたをとかあなたにっていうので You になりますね。一人称の場合は I、My、Me、 3つとも違いましたが、 You の時は You、You are、You になりますね。この You とこの You、 じゃあどっちがどっちっていうのは文章のね、構文で判断していってください。あ、これは主格だな、これは目的格だなっていうのをね、判断するようにしていきましょう。まあ、最初は難しいかもしれないんですけども、ずっとやっていくうちに慣れるようになっていきます。ね。You, you are, you。ね、これも流れで覚えてください。You, you are, you。ね。I, my, me。You, you are, you。ね。で、次、三人称です。三人称は he、she、it でしたね。主格ね、彼は、彼女は、それはですね。所有格、彼の、彼女の、それの、ね、目的格は彼をとか彼に、彼女をとか彼女に、それをとかそれに、ね、になります。それぞれこれもね、リズムをつけて he、his、him ね、she、her、はあね、これ一緒なんですね。はあ、はあ、ね。で、it、it、it、ね。これ、しっかりこの変化、ね、リズムをつけて覚えて、完璧に覚えるようにしてください。ね、この表は自分で書けるぐらい完璧に暗記する、ね。それが代名詞の目的格を理解する一番の方法です。ね、目的格だけじゃなくて、この主格、所有格、目的格の関係ね、 I, my, me、 You, you are, you、 He, his, him、 She, her, her、 It, it's, it ね、これをしっかりね、リズムをつけて覚えられるようにしとけば、だいぶ理解が進むと思いますね。今回出てきた目的格、me、you、him、her、it ね、しっかり覚えるようにしてくださいね。いいですか。では次いきます。次は代名詞の目的格の複数形、複数の項です。で、さっきはずっと単数やってきましたね。複数もちろんあります。一人称、私の複数なので私たちでしたね。私たちはは we、 私たちのは our に対して、目的格、私たちをとか私たちにっていうのはこれで us って言いますね。 us と書いて us と言います。
で、二人称、あなたですね。あなたたちになりますね。あなたたちは、は言う。あなたたちの、は言うは。ね。それに対して、あなたたちをとか、あなたたちにっていうのは言うになります。ね。で、三人称。三人称の複数は、he も she も it も they でしたね。they。で、彼女とか彼らのっていうのは their でした。で、それに対して目的格は them と言います。them と読みます。ね。彼女らとか彼らをとか彼女らをとか。ね。そういう意味を使う目的格は them と言います。これも先ほどと同じようにリズムをつけて we, our, us とか you, you are you、ね、you は複数形でも一緒なんですね you, you are you で三人称の they, they are, them とかねリズムをつけてしっかり覚えてこれもこの表が自分で書けるくらいまでしっかり暗記するようにしてくださいね。どれが単数でどれが複数かとかねまあ、だんだん文章が難しくなってくるって和訳とかするようになると複数形と単数形がねごちゃごちゃになってきて何の内容が書いてあるのかわからなくなったりとかすることも多くなってくるかもしれませんがそういうことを防ぐためにも単数形の変化複数形の変化ねしっかり覚えるようにしてくださいいいですかね We, our, us You, you are, you They, they are, them ねしっかり覚えるようにしてください。では、次いきます。目的格を使う、ね、今やった目的格は一体どこで使うのかということなんですが、2つ、まあ、主に2つあります。まず最初、動詞の目的語。ね、動詞の目的語。目的格っていうだけで目的語として使います。どういう時かっていうと、具体的に言うと、動詞の後に代名詞が来る時。もう難しい言葉がいっぱい並んでるから嫌になるかもしれないですが動詞の後に代名詞が来るときどういうことかっていうと例えばあなたは私を知っていますかっていう部分があるんですが Do you know? Know っていうのは動詞ですねの後に代名詞が来るときは Me この場合は Me ですね要するに目的格を使いますDo you know my とか Do you know I とかそういうふうな使い方はしません Do you know me になりますいいですか、ね、動詞の後に代名詞が来るときは目的格になります、ね、Do you know me になります me をしっかり、ね、使うようにしてくださいその次2番目、前置詞の目的語、ね、前置詞、今まで初めて出てきましたね、まあ、前に、まあ、そのまま前に置くっていう意味なんですが前置詞の後に代名詞が来るときどういうことかっていうと例えば彼は私たちと一緒に学校へ行きます He goes、ね、三単形です、です Goes to school、ね、私彼は学校に行きますで、With これが前置詞です With何々と一緒にっていうんですね with us 目的格ですね私たちとっていうのが us になりますね一緒に学校へ行きます He goes to school with us、ね、だから We goes to school with we とか we, He goes to school with our とかそういうふうにはならないですね前置詞の後に代名詞が来るときは目的格、ね、この場合は with us になりますで前置詞っていうのは in とか with とか for とか、まあ、あといろいろ of とかいろいろあるんですけどもそういう言葉を前置詞と言いますね前置詞っていうのも今後出てくる機会が多いと思いますのでしっかり覚えておいてください、ね、目的格の使うところですね使うときね動詞の後に代名詞か前置詞の後に代名詞、ね、これを忘れないようにしてくださいしっかり覚えてください、ね、いいですかでは次いきますでは問題ですまず
和訳の問題です。ね。しっかり目的格をしっかりね、見つけて、日本語らしい和訳を心がけてください。では、映像を止めて、自分の力でやってみてください。では、始め。はい、やめてください。どうですか？できましたか？ね、じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず1番、Do you know her? ね、Do you know? あなたは知っていますか？ですね。her っていうのは、三人称の彼女の目的格になります。なので、和訳としては、あなたは彼女を知っていますか？っていう意味になります。ね、彼女を、ね、彼女の目的格は her ですね。 she, her, her でしたね。しっかり覚えてください。いいですか。次、 I like him very much。 I like は私は好きですね。 him、 him っていうのはこれは he, his, him でしたね。彼という意味の目的格です。で、 very much っていうのは、まあ、とてもとかね、そういう意味になります。なので、私は彼をとても好きです、ね、I like him very much、ね、I like him で私は彼を好きっていうことになります。 I like he とか I like his ではないので気をつけてください。いいですか、ね、he, his, him、ね、この関係忘れないでください。次、3番、 His mother makes dinner for us。だんだん難しくなってきましたね。His mother、彼の母、お母さんですね。ということは、彼女になるので、三単元の S がつきます。makes、make に S がつきます。で、dinner、dinner っていうのは夕食ですね。日本語でも言いますね、dinner。for us、for っていうのは、何々のためにっていう意味になるので、で、us っていうのは、ね、私たちの目的格でしたね。we, our, us ですね。の us なので、答えとしては、彼の母は私たちのため、ね、フォーアスって私たちのために夕食を作ります。ディナーは夕食で、夕食を作りますっていう文章になります。いいですか？彼の母は私たちのために夕食を作ります。ね、こういうふうになります。ね、His mother makes dinner for we とか His mother makes dinner for our とかにはならないので気をつけてください。次、4番、 I play tennis with them、ね、I play tennis は何回もやってきましたね。私はテニスをしますでしたね。 with っていうのは何々と一緒に、 them っていうのは三人称の複数の目的格でしたね。彼らとか彼女らとかね、それにあたる言葉になるので、答えとしては私は彼らと一緒にテニスをします。まあ、彼女らと一緒にでもいいです。彼女たちと一緒にでも正解ですが、ね、複数形っていう分かるように彼らとか彼女たちっていうのをしっかり、ね、つけるようにしてください。彼ら、私は彼らと一緒にテニスをしますというふうになります。いいですかね。どうですか？できましたか？ね、間違った人はしっかり、ね、復習するようにしてください。では、次いきます。次は英作問題です。が、最初はこの色の変わっているところ、ね、2つ、どっちが入るのかなっていう問題です。ね、日本語の文章を見て、ね、どっちが入るか、ね、今回の代名詞の目的格、ね、どっちが入るかっていうのをしっかり判断してやってみてください。では映像を止めて始めてください。いじめ、はい、やめてください。どうですか、できましたか。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず1番、彼女は彼のことをとてもよく知っています。 She knows で彼女は知っています。で、very well っていうのはとても良くっていうんですね。で、
彼のことですね。彼のことで動詞の後に代名詞が来てます。なのでここは目的格を使えばいいってことは分かります。で彼の目的格は he, his, him のうちの him に当たるので答えは him になります、ね、she knows him very well、ね、いいですか。 him です。いいですかね。次2番、私はそれが大好きです、ね、好きっていうのは I like でしたね。大好き、まあ、とても好きっていうのは very much になります。でそれがっていう意味ですが、それは like の動詞の後につくので、これも目的格になります。なので it の目的格は it, it's, it なので答えは it になります。いいですか。 I like it very much、ね、そういう風になります。ね、しっかり、ね、変化、動詞の変化ね、覚えるようにしてくださいね。で次、私は彼女と一緒にテニスをします。 I play tennis with、ね、私は彼女と一緒にテニスをします。 I play tennis は私はテニスをするんですね。一緒に、彼女と一緒にっていう部分ですが、 withまあ、前置詞になるので前置詞の後も目的格になります、ね、目的格は、彼女の目的格は she, her, her の最後の her になります、ね、なので her になります。いいですか。で次、スミスは時々私を手伝ってくれます。スミス sometimes helps、 なんちゃら、ね、スミスは時々は sometimes ですね。手伝うは help です。でスミスは、ね、三人称単数なのでヘルプに三単元の S がついてヘルプスになってます。スミスサムタイムズヘルプス、ね、動詞の後に代名詞が入ってくるのでこれも目的格になります。なので、ね、私の目的格は I, my, me の me になるので答えは me になります、ね、スミスサムタイムズヘルプス me というふうになりますね、どうですか、できましたか、ね、こういう問題もよく出てきます、ね、所有格か目的格かとか主格か目的格かとかそういう引っ掛けの問題いっぱい出てきます、ね、そういう時も、ね、文法のルールにしっかり従って目的格を正しく選べるようにしてください。いいですか。では次いきたいと思います。はい、次もね、どっちを選ぶかっていう問題ですね。次は複数形です ね、 ね、じゃあこれも自分の力でまずは解いてみてください。映像を止めて始めてください。はじめ、はい、やめてください。どうですかね、できましたか。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。では5番、彼女たちは私たちのことをとてもよく知っています。彼女たちって言ってね、they ですね、知っているって言うのを、で very well はとてもよくなので私たちのこと、私たちっていうのは know の動詞の後に来るので目的格になります。私たちの目的格は we, our, us なので us になります。なので答えは us ですね。 they know us very well になります。次、6番、私たちはそれらが大好きです。 We like very much、ね、私たちは好きです。で大好きが very much ですね。それらがになるんですが like 動詞の後に来る代名詞なのでこれも目的格になります、ね、彼と彼らとか彼女らの目的格は they, their, them の them に当たるので答えは them になりますね。次7番、私は彼らと一緒にテニスをします。 I play tennis with なんですが彼らと一緒にになるので彼ら、ね、複数形ですね。複数形の目的格になります。 with の前置詞の後なのでね。なので I play tennis with them になります。 they, their, them の them ですね。いいですか。次8番、スミスは時々あなたたちを手伝ってくれます。スミス sometimes helps なんやら
ですが、時々はサムタイムズですね。ヘルプは手伝うですね。で、あなたたちを、ね、複数形になります。で、ヘルプっていう動詞の後に来るので目的格になります。あなたたちの目的格は You, You are You なので答えは You になります。 Smith sometimes helps you ね、こういう風になります。どうですかね、できましたかね。で、間違った人はしっかりね復習するようにしてくださいね。目的格を正しく入れる、この問題よく出てくるのでしっかりねマスターするようにしてください。では次いきます。次は、ね、何のヒントもない英作文です。で、注意してほしいのは英語、私は英語を勉強しますので英語のところを代名詞に置き換えて書いてください。イングリッシュっていう単語を使わないということですね。ナンシーのことが好きですの、ナンシーも具体的にナンシーって書くのではなくて、それを代名詞で表現するようにしてください、ね、では映像を止めて自分の力でやってください。はじめ、はい、やめてください。どうですか、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まず最初9番、私は英語を勉強します。で、英語っていうのを代名詞で表します。英語っていうのは、ね、彼とか彼女ではないので物になるので it になりますね。で、私は、まあ、それを勉強しますっていう意味になるので答えとしては I study it。 この it っていうのは目的格です。で、それの目的格 it, it's, it の it になります。ですか。次10番、私はナンシーのことが好きです。ですが、ナンシーをナンシーで書くのではなくて代名詞でって言っているので、まあ、彼女のことがっていう意味になります。 で彼女のことがっていうのはね、彼女の目的格になるので答えとしては I like her になりますね。 like の後に目的格がきます。彼女の目的格は she, her, her のHer になるので I like her になります。次11番、彼女はいつも彼を手伝います、ね、彼女はなので C から始まりますね。いつもって言ってるのは Always です。頻度を表す副詞ですね。で、彼を手伝う、手伝うが Help ですね。で、彼をっていうのが目的格になるので答えは She always helps him、ね、3人称単数なので Helps、 3単元の S がつきます。She always helps him、ね、彼よっていうのは彼の目的格になるので He, his, him, him になります。次最後12番、あなたは彼女たちと一緒にサッカーをします、ね、あなたはっていうことで You から始まりますね。で、サッカーをしますはプレイサッカーでしたね。で、何々と一緒に You は With でしたね。で、彼女たちが何かっていうと彼女たち、彼女らの目的格になるので答えは You play soccer with them、ね、あなたはサッカーをしますですね。サッカーをします、一緒にが with で、彼女たちは them でしたね。 They, they are them の them になるので them、ね、になります。いいですか、どうですか、できましたか、ね、間違った人はしっかりね、復習するようにしてください、ね、では今日は代名詞の目的格、ね、単数と複数の場合をやりました、ね、一番最初に言いましたが、ね、I, my, me とか You, you are you とか、ね、リズムをつけて覚えて自分で、ね、完璧に暗記できるようになってください。では今日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。